どうも皆さんこんにちは、お久しぶりです。今日の動画は、兄弟院生の一日みたいな感じのものになってるんですけど、私が今年の4月にスペインバルセロナを離れて日本にやってきて、その流れというかそういうのも含めてご紹介します。空港のラウンジで最後のスペイン食を食べたところで早速飛行機へ向かいます。これでバルセロナ最後です。いや、これから日本での生活が始まりますね。京都に住むのは今回で3回目になるので、そこまで不安ではないですけど、やっぱりこの地中海が見られなくなるのは寂しいですね。一番大事なことをやってるんですけど、食事選びですね。ちなみに朝食は起こしてほしいか起こしてほしくないかみたいなチェックリストがあっていいなと思いました。ワインとかおつまみはいいんですけど、やっぱり日本の航空会社じゃないと料理ってもう食べられないレベルですね。ここでちょびっと宣伝させてください。こちらの動画覚えてますかね。私がおばあちゃんたちにもらったいろんな服を着てるんですけど、この時紹介したのがノードグリーンというブランドの時計です。普段使っているのがこの紺色の小さめのものなんですけど、今回はあえて大きめでごつめのものを選んでみました。ちょっとね、自分の手首には大きすぎたので時計屋さんで直してもらう必要がありそうですけど、なかなか気に入ってます。ちなみにお会計の時にクーポンコードを使うと 15%オフになるので結構お得だと思います。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。スイスで乗り継いで成田に到着しました。まだねコロナの渦真っ只中っていうような状況だったので、結構厳しい検査があって、5時間6時間ぐらい待つっていうのも普通だったんですね。だから乗り継ぎ便乗れなくて、はい、急いでホテル取りました。電車に乗れただけでもありがたいっていうところですかね。翌日24時間以内移動可能ということで京都に行って、またホテルでしばらく監禁状態でしたね。日本のコンビニご飯何年ぶりだろうっていう、本当に美味しかったです。 3 days later。ちなみに記念すべき1回目の外食はコメダコーヒーです。やっと太陽の光が浴びられる日がやってきて、入学式があり、はい、無事新入生となりました。7月から食べ続けること8ヶ月、あっという間に12月がやってきました。ではここから私の特に何も特別なことがない一日を紹介したいと思います。大学院の博士課程なのでスケジュールは結構自由で、自分の研究がメインになります。私は授業を何個か取っているんですけど、それ以外の時間は基本的に研究です。研究というと、目的を
決めて実験を行い、その結果をまとめてみんなでこう話し合ったりっていうような感じのことを繰り返していきます。お昼ご飯は自炊をすることも結構多いんですけど、今日は、学食に頼りました。ちなみにこのベジラップというものがあって、数少ないビーガンオプションの一つです。リーズナブルな価格でありながら、まあ、比較的バランスの取れた食事ができるので、考えたくない時に使わせていただきます。最近は午前よりも午後に実験をしたくなるので、まあそうですね、食事食べた後にちょっと休んで実験をします。そして、ちょっと早いんですけど、寒かったので魚介ラーメンを食べました。後から絶対お腹空くので、そうですね、軽食のおやつか何かを買おうと思います。この時間になっても研究室には誰かしらいるんですけど、まあ、比較的静かな環境で集中して作業ができるので結構いいですね。そして霧のいいところで一旦終了。ちなみに今アパートの準備中というか、まあ、このように時間があるときに照明だったり布団だったりカーペットだったり、まあ家具などいろいろ並べてます。ちなみにこのソファー、ヤフーオークションで落札したんですけど、こんなに低いとはちょっと思わなかったですね。まあしゃあない。はい、今日はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。